どうも、高早楽器技術の高早です、楽器やアンプエフェクターの修理をしたり、トライアルというブランドで機材を作ったりしています。今日はですね、F が弾けないのはギターのせい?というテーマでね、お話ししていきたいと思います。この、ストイックさのかけらもないテーマなんですけども、まあギターのせいってどういうことやねんと、こう練習シーンのやつが悪いんちゃうんかっていうことなんですけど、そうではない場合も結構多いんじゃないかなと思ってまして、まあよく言うこの F コードで挫折するみたいな話をよく聞いたりするんですけど、それってギターのせい、まあギターが弾きにくいっていうことも結構多いんじゃないかなと僕は思っています。で、なんでそんなことが起きるのかなって考えたときにですね、まあギターを今から始めようっていう人はですね、結構こう親戚からギターをもらったりとかすることとかですね、あとまあとりあえず初心者用のギターを買いに行ったりとか、まあ中古でちょっと安いものを買ったりということが多いと思うんですけど、まあ親戚からもらえるギターってね、やっぱくれるようなもんなんで、あのいいギターじゃないんですよ、大体が。あの安いギターだと思います。なのでまあそんなにこう、トップモデルをまず手にするっていうことはないと思うんですね。でもちろんそういう高い、まあ10万円を超えてくるような楽器っていうのは、それは作りとか、まあ音もいいですし、使ってる木材の材質とかもすごいいいものを使ってたりするんですけど、重要なのが調整されてるかどうかとか、きちっとした調整ができるかっていうところも、こう安いギターと高いギターの差だったりするわけです。で、その調整がしっかりされていないかったりとか、しっかりした調整ができないギターだと弾きにくいっていうことが起こって、 F も当然抑えにくいっていうことが出てきたりします。で、まあその弾きやすさの要素っていうのはすごいたくさんあるんですけども、今日は弦高っていうものに、関して、もっと言うとナット弦高っていうことに関して、ちょっと詳しく、お伝えしていけたらいいなと思っております。で、弦高なんですけども、どこのことを言うかというとですね、このフレットから弦の距離ですね、このこうしたら見えるかな、ここフレットがありますよね。で、弦、この押さえる距離が短いことを弦高が低いって言います。で、これがこう高くなると、押さえるまでにこうよりいっぱい押さえないといけなくなるので、この状況が弦高が高いと言いますね。で、弾きやすさは弦高が低い方が弾きやすいです。まあ押さえやすい、軽い力で押さえれる。まああんまり低すぎると、まあ弾きにくくなる場合もあるんですけど、まあ一般的に押さえやすいのは弦高が低い方が押さえやすいです。で、弦高が高いメリットもあって、この強く弾いてもこういうビビリ音がしないので、あのこの弦の振幅が大きく取れるっていうメリットが弦高が高いっていうのにはあるので、あの弦高絶対低い方がいかなる時もいいっていうわけではないんですけど、まあ初心者の人とかはね、弦高低いギターの方が弾きやすいと思います。で、その弦高を決める要素が、3つあるんですけど、まずはネックの反りというやつですね。で、ネックっていうのは、まあ、こう横から見ると、こう、弦と同じくまっすぐなんですけど、弦によってこう、引っ張られてますんで、こう反りがね、こう出てきたり、こう弦の張力に負けるようにこう反ってくることを順反りって言いますね。で、中に、まあ、鉄芯とかが入っていて調整できるようになっているんですけど、まあ、その調整が効きすぎて弦の張力よりもこうネックのこの調整の張力の方が勝る状態になることもあるんですけど、それを逆反りとかって言ったりします。で、まあ、これ弦と考えて、こう、手がネックです。で、こうね、まっすぐやったらピタッと行くんで、簡単に押さえれますけど、まあ、順反りでこう、順反り、弓なりになってくると、こう、高くなっちゃいますよね。弦高が高くなってくるんで。これがネックの反りで弦高が高くなるという状況です。で、次、ブリッジにあるサドルっていうね、こっち側で、ブリッジ側で弦を支えているポイントをこうサドルと言います。で、これサドル弦高っていうやつなんですけど、これも高いと、こうやって、
原稿が上がっちゃいますよね。になると。で、この、ネックとサンドル原稿っていうのは調整がしやすいので、結構素人の人でもいじること多いです。こう、中にこう、こういう六角レンチとかをね、まあクラシックギターとかはないですけど、エレキギターとかね、こうスチール弦のアコースティックギターとか、こういうレンチで、まあ、こっち側であったりとか、まあヘッド側から調整したりとかできます。で、ブリッジは、まあブリッジサドルは、まあこういうものが入ってまして、で、これをこう削ったりとかしてですね、こう下げたりすることもできるので、まあ、あの、アコースティックの場合はね、削ると戻ってこないんでリスキーですけど、エレキギターだと、まあ大体こういう風にこう、ネジで調整できるようになってたりするので、まあ割とこう、自分でミュージシャンの人がいじりやすいポイントでもあったりしますね。で、なんですけど、本当に重要なのは、まず重要なのはこのナット原稿がすごい重要です。で、このナット原稿がね、すごい F の押さえ方に密接に関わってくると。ここの原稿なんですよね。で、ナットっていうのはこう溝が切ってあって、この弦とちょうどフィットするような溝が掘ってあって、なおかつちょうどいい高さまで、こう溝の深さが調整されているんです。で、すごい精密な作業になってくるので、こういうのが安いギターだと、そこまで欠けてると、もうこの調整の人件費ですごい値段が上がってしまいますんで、もうほどほどに調整されてることが多いです。で、これが行き過ぎると、もう、この、こうビリビリっていう音がね、こういう音でビビってきちゃうんで、こうギリギリのところに調整されてるのがいいんですけど、それが大変なので、安いギターはここが高いっていう風になってます。で、このナット原稿はちょっとプロじゃないといじれないんで、まずここを見る必要があるんですけど、結構ナット原稿は高いままで、ネック調整とか、サドル調整とかで、こう DIY でやって、ギター自体のセッティングがむちゃくちゃっていうことも結構あるので、原稿が高い場合っていうのは、一回ね、ちょっとナットはプロに見てもらった方がいいと思います。プロのリペアマンに。で、このナット原稿が、低いと、すごく弾きやすいです。で、もうこのギターはもうね、僕はリペアマンですんで、職権乱用でめちゃくちゃバチバチに調整してあるんで、すごい簡単に弾けます。こうやっても弾けます。はい。なんでこのナット原稿っていうのがすごい大事ですよっていうことです。ちょっとね、一回ね、仮にね、ここにね、爪楊枝挟んで、ナット原稿上げてみましょうか。この感じ覚えておいてくださいね。これぐらいです今。いいよ。あ、すごい高い。すごい高い。よし。で、よし、できました。F 弾けるかな？めっちゃしんどい。ならないこれ。いった。はい、ちょっと見てみましょうか。こうね、これで見るとすごいビビたるもんですけど、これぐらいでもね、すごい変わってくるんですよね。これが高い状態です。はい。じゃあ外しましょう。
はい。で、自分のギターのナットが高いのか低いのかっていうのを、まあ、見極める方法なんですけど、まあね、それはこう、まあ、リペアマンがやってる方法とかもあるんですけど、ちょっとね、うまいことこう説明するのが難しいので、皆さんね、カポ持ってると思うんですけど、このね、カポを、例えば、1フレでも2フレでもいいんですけど、こう、止めてみてください、カポ。で、その時に、カポすると、全然抑えやすいのに、カポ外すと、途端にむちゃくちゃ弾きにくくなるっていう場合は、ナットが高い場合が多いです。で、まあ、カポをはめると、このまあ、ナット弦高みたいなが、ナット弦高イコールフレットの弦高になるんですけど、フレットの高さっていうのは全部同じなので、ナット弦高がすごい低い状態になるんですよ。なので、カポする、して、F 弾けないっていう人は、練習不足の可能性が高いです。なので、カポしたら F 弾けるけど、カポないと F 弾けないくなるっていう場合は、おそらくナットの弦高が、高いっていうことになると思いますので、楽器店やですね、ちゃんとリペアマンがいる、楽器店に持って行ってですね、ナット弦高ちょっと高い気がするんですけど、調整してもらえませんかというとですね、しっかり調整してもらえますので、で、まあ、ここもね、ナットの溝の掘り方っていうのも結構難しいんですよ。摩擦がないよう、できるだけ摩擦がないようにこう、チューニングが安定しなくなるんで、摩擦が多いと。とか、あと、この溝の角度とかでもね、音色っていうのが変わってくるんで、まあ結構な熟練を要されるポイントだと思うんですけど、まあちゃんとしたリペアマンであれば、大丈夫だと思いますので、そういうところに持って行ってですね、ちゃんとギターが弾きやすい、抑えやすい状態にして、練習をしていくようにしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方を、お願いいたします。今日もありがとうございました。